ドゥッセルドルフ田中を超絶ミドルでゴラッソきた。ワオンガムか。やっぱりアジアカップにはワオンガム必要だったなぁ。今の代表にはワオが必要なんだよ。なんでこんなにシュートうまいのこの人。こりゃ夏オファー飛び交うやろうな。アジアカップに田中碧いなかったの悔やまれる。マジでシュートうまい、得点力ある選手いいよね。最近絶好調すぎる、すごすぎ。あんまでかい声で言えないけど、不調の時にフロンターレに返してきてくれないかなって思ってたのは内緒。最近調子いいね。クラブもいい順位つけてるし、頑張って一部いけますように。タキモは重き決めてて今節は激アツやな。やはりワオは代表に呼ぶべきやった。アジアの引いてくる相手にはこいつのミドルが必要やったな。タキとワオがゴールを決めている。まさか今日は日本人の日か。これはカラバオで渡るが点を決める予感。なんかまたワオ点取ってて草。こいつの謎得点力マジでなんなんだよ。マジでなんで田中をアジアカップで外したんだよ。当時は移籍動向言われてたけど、結局移籍するんかな。守備はしないがシュートが上手すぎる男。